え今回、えーと、カウンセリングというジャンルでえ、まあ、ブログなり動画なりを立ち上げて、そしてサービスを提供を始めました。で、これ自体は、うん、と私の中では実は、まあ、占い時代とカウンセリング時代、えー、そんなに大きく違いはないです。実は、占いも、そうですね、占いは2011年、10年、11年ぐらいから東京で始めているので、まあ、多少長めにやっているんですけど、そうですね、5年、 5年なのかなまあ数年ぐらい前から、もうずっと、手法として、相談されたことを占って答えてはいるんですけど、相談されたことの本質を明らかにして答えを出すように、えー、するようになってました。で、本質って一体何って話なんですけど、本質っていうのは、よく私がお話しするのは、何をしたいか、何を望んでいるか、 そしてそれはあなたにとって幸せなのか。もうもう何をしたいかとかも全部幸せにつながらないもの以外はもう全部それは間違ってる。と私は判断しています。自分が不幸になるような選択っていうのはおかしい。なんでかっていうと、自分がこの世界において生きてるのに、自分が幸せにならないような生き方っていうのは、それは 果たしていい生き方なんだろうか自己犠牲っていうのとまたちょっと違うと思ってください。どういうものであったとしても、自分のこの心の中に温かさを感じられるかどうか。自分が思うことの中に、ああ、これで自分は幸せだなって幸せを感じられるかどうか。そういった、そういった中に、幸せとかやりたいとか、そういったものが出てくる。そんな大層なものなのそんな大層なものは必要なのこれは、 生きる上において最も重要だと思います。なぜ重要だと思うか。たくさん相談を受けてきました。でもその全ては幸せでありたいとしか私には聞こえてないわけです。今が不幸だっていうことではないんです。幸せを求めていきたい。そういう生き方をしたいっていう意味合いです。もう本当につらい人ももちろん相談されます。もう 相談される、その悩みの度合いっていうのはもうたくさん、上から下までいろいろあります。人から見ればそれは大変だねとか、それなら別に大したことだってないんじゃないのっていうのもあるのかもしれないけども、本人からすれば、もうまさに今、なんとかしたいわけです。このなんとかしたい、一体何か。まあ、シグナルである、あるかな。まあ、要はタイミングです。自分の心の中に、心に向き合うタイミング。 自分の心に向き合うって一体何かっていうと、幸せって何だろうっていうのを感じるための向き合うタイミング。えー、私はよく、さっきの話じゃないですけど、どうしたいですかって。例えば、引っ越したいっていう言うんだけど、まあ、例えば、ね、占いでね、あんま良くないって出たとするじゃないですか。いろいろ言われてて、引っ越したらダメなのかなっていうふうに思ってるっていう。じゃあ、もうどうしたいのっていう話は聞くんです。 その占いの結果なんか別に正直どうでもよくて。どうしたいか。そうすると、ここで引っ越したいんです。なんで引っ越したいのって言ったら、その引っ越すことによって、こう、果たされる何かがあるわけです。まあ、いろんな、例えば、新生活を起こす、新生活の中で、こう、今までよりも、例えば、仕事に行きやすくなって、生活がみあの豊かになるとか、あるいは、もともと住んでみたいところだったから、それで、こう、 楽しみが増えるとか、そういったものもある。で、そういう、本当、もう完全な個人的な理由です。まあ当たり前なんですけど、でその個人的な理由を、その、いろんな制約で、を打ち消そうとするわけです。例えば、まあ家賃が高いからちょっと無理くとか、そういう場所に自分が住むのもあんまり合わないとか。そうだ、親がダメだって言ってるとか。 なんか、住みたいと思ってるけど、本当にそれでいいのかなって、ちょっと不安になってるという漠然としても。その、これ今、引っ越しの話ですけど、引っ越しとかに限らず全てです。何をするにおいても、本当にそれでいいんだろうかって、不安になったとき、それを打ち消そうとする。打ち消して安心しようとする。で、いつの間にか、それが、そうやって物事を判断していくことで、 もう合理的に判断するようになるわけです。合理的というのは、えー、今よりも生活が良くなるからここに引っ越しをしよう。住みたいか、住みたくないかとか、そういうの関係ないんです。こう、外側の理由に照らし合わせていい。まあそうだな。結婚と似てますね。希望する検索条件をかけて出てきた人、この人と結婚しましょう。ないですよね。この人、 あ、私の条件に合ってる。外見私が望んでるような感じ。合ってみた。あの、でもちょっとなんか無理かなって思う。おかしいんです、それ。その、ここで感じるちょっと無理かなっていうのは実はおかしい。だって条件に合ってるんだから。こ,こそう、ここが、まあ、いわゆる本質です。幸せの、幸せにたどり着くため、幸せを実は自分は求めているんだということを感じるため。 幸せであることを望んでいるということ。それらの、ほんと分岐点なんですね。条件には合ってるのに、違うなって思うのは、自分の心の中に、自分が望んでいるものと違うっていうことに気がついてるからです。結婚はまだわかりやすい。そういう意味で言うと。だけど、細々としたもの。例えば、 今日をご飯を食べるってこれねでこれ食べなさいって言われて,いただいてこう食事とかに行って出された時にこれ実はあんまり好きじゃないんだけどなって言ってでも食べ,食べるそのお付き合いがあるからでそれが積み重なっていくと別にそれが楽しいんだったら全然構わないけどそれがしんどいんであればそれはもうすでに自分を自分ではいられないようなことをやってるそういうことに気がつかないんです ちゃんと生きてるから。ちゃんと生きれば生きるほど。周りの必要に合わせて生きれば生きるほど、自分は自分でいられなくなっていく。でも、同じ状況にあっても、自分はこれを望んでいるということを実感しながら、あるいは幸せだなっていうことを感じながら、同じような選択をしてる人にとっては、まさに生きているというふうに言える。 もうなんだ、この辺、ね、本当にわかりにくい。でも、シンプルにすると二つなんです、要素は。一つは、自分が何を望んでいるか。なぜ、何を望んでいるか、そして何を感じるかです。幸せだなあ、暖かいなあ、いいなあって思えるかどうか。それが思えるっていうのが、まず最も大事。すべては、そこから外側のものになります。いいなと感じれないことは、 避けることです。避けるためにどうしたらいいかを考える。社会性っていうのは、まあ生活力であるとか、まあね、給料いくらもらってるとか、どこに住んでるとか、あるいは何を持ってるとか、何をやってるとか、そういった、その人が生きる上において、あったら役立つなっていうものですね。あったら役立つのであって、なければいけないものではない。 なければいけないものは、もう自分の中にある。それは、さっき言った、自分が温かく感じるもの、愛情でもいいですし、幸せという感覚でもいいし。この対極にあるも,ものが不安であるとか、恐怖であるとか、そういったネガティブな要因ですね。これらが、わかんなくなっちゃうんです。こう、悩んでくると。 こうしたかったのにな。でもまあ、こういうふうにやる方がいいもんね。みたいな感じ。それはもうどん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 自分を、自分は自分でいられなくなる。えっ、ー、と、ちょっと話変わるかもしれませんけど、こう、今、ね、未来はないみたいな感じで感じる情報が出てきてますよね。何のために生きてんだろうとか。別にもうみんな死ぬんだからいいじゃないというふうに思ったりとか、感じたりとかする。で、こうなんて言うんだろう。やる気が出ない。 それは、まあ私がその話を聞くと、なんでそんな、もう遥か未来の話。いや別に仮に明日死ぬのでも構わないんだけど、その自分でどうのこうのっていう話じゃないものに意識をすごく向けるのかなって思うんです。別にね、誰か、その未来はもう死ぬしかないじゃんって、ね、みんな死ぬじゃんって言ったとするじゃないですか、ね。ま別にそんなのどうでもいいわけです。死のうが何だろう。 それは別に構わない。それは事実としてあったとしても構わないんです。だって、今この瞬間において死ぬということを考える意味がないから。今考えたい。いや、今、今最も必要とするのは、今自分が幸せであるということを感じられるかどうかです。これ、大きいんですよね。今自分が幸せである、あるいは満たされてるな、生きてるなって感じることができる、あるいはそういう選択をしていくと、 未来のことあんまり気にならなくなるんです。未来がどう転ぼうが、今とにかく一生懸命やんないとって、今、その、このことをやることで自分は満たされてる。満たされることにつながってる。幸せを感じられる。それが生きてる意味です。というふうに私は思ってますし、みんなそんな感じの叫び声を上げてるように相談を受けると感じるんです。 ちゃんとしたいっていう、そのちゃんとしたいという裏側には、満たされた生活をしたいとか、満たされた仕事をしたいとか、もうそんな、もうばっかり。ただ、社会的制約をセットで考えちゃうから、わかんなくなっちゃうっていうのはさっき言った通りです。わかんなくなっちゃうから、こうやって話を通して、じゃあこれはこうしたらいいよ。こうしたらいいよ。ああしたらいいよ。っていうふうに整理をしていく。一緒に整理をしていく。 整理をしていくと、自分の今の満たされる思いのために、あるいは満たしていくために必要なことは何かっていうのが分かってきて、分かってきたら、あとはそれをやれば、やるだけでなっていくので、自然と今を生きていくっていうふうに感じになっていきます。で、今を生きていくと、満たされるわけです。だ恋愛の時とかと同じですね。別に人に限らず。好きになったら、もうそれだけで満たされるじゃないですか。好きだからやってる。 ただそれだけ。やってるから好きなんじゃなくて、好きだからやってるんです。それが、今この瞬間っていう感じ。それを人は、そうである姿の方がいいっていうふうに私は思ってて、だからそれを果たすためにもっとわかりやすい、やりやすい方法って何かなって模索した中でカウンセリングっていうのがいいだろうと。 何かの枠組み、占いとかそういった枠組み、何かその相談事をこう絞って何々をやろうと思うんですけど、占い的にどうですかねっていうんではなくて、今こういうこと気になってるんだけど、どうしたらいいかなって不安なんですよねっていう、そういう漠然としたもの。まあもちろん明確に、今これをやろうと思ってますけど、これでいいですかっていう。今これをやろうと思ってるんですけど、これでいいですかっていうふうに、自分の中で決めきれない。 っていうのが一つのポイントになります。不安を感じてるっていうのも一つのポイントになります。要は何かを感じてる時が自分の中にあるものを感じるタイミング、見直すタイミングなんですね。それを無意識にこう感じてそれを無意識に投げかけてる。だからそれを意識的に落とし込むっていうのが私の作業で。意識できるようになると、ああ、なんかこれこういう時は こういうふうに意識持てたらいいなっていうふうに言われてたなとかっていう感じにできるし、あ、この感覚は自分ではこの選択はダメだっていうふうに教えてくれてるんだなっていうのも分かるようになります。自分の中に自分の答えがあるんだけど、さっき言ってる社会的な要因でそれを分からなくさせられてしまってる。だから自分の中に一度戻っていって、 自分の中でないがしろになっている温かさとか幸せとかっていうのを拾い出して、見つけ出して、つかみ直して、で、目の前の状況にすり合わせていく。と勝手に幸せになっていく。でして、人っていうのは幸せで生きていくものです。そうなんだ,だって、そういうふうにしか見えないからなんですけど、だから、幸せでありたいなんてそういうふうに固い字張らなくたって、足元を こう自分のことを感じて足元を,を整えていけば勝手に幸せになっていく。だけど、それを邪魔しているものがあるってことに気がついてないので、そこを整理していく。っていうのが私の目的であり、そういうふうになっていけるっていう話ですね。だから、カウンセリングというのを始めることにしました。どうぞ、よろしくお願いします。まあ、これから先、 テーマごとにあの動画を撮って、こんな感じかな、文字では伝わりにくいとも言われているので、なのでえ動画にして、こういう意図ですとか、こういうふうにするといいですよねっていうふうに分かりやすくなったらいい気ですけど、誰にが見ても届くようにしていけたらなと思っています。よろしくお願いします。